前にもいますよ。酒井からこのフィードパス、シュート、日本追加点。日本、これがダメ押しゴールになるのか。まさに職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール。しっかりキーパーの位置を見て柔らかく狙ってきましたよね。冷静な判断、コントロール見事でしたね。